2歳ぐらいまでの思い出っていうのが実は今考えてみるとあんまりないんですね。平日はほとんど御前様というかなり忙しい状況でした。仕事のことしかほぼ頭にないという状況でしたよね。生まれた日もですね、私出張で北陸の方に行っておりまして、正直ですね、育児の役割分担っていうのが当時の私の家庭っていうのはなくてですね、風呂に子供を入れる、そのぐらいでしょうか。多分最初にうちの長男が喋った言葉はまあまあだったと思うんです。じゃあいつパパと呼ばれたのかということについては記憶にはないです。生まれたばかりの息子と触れ合う時間を多く持てればよかったなと非常に、後悔はしております。いろんなその会話を重ねるというかね、もっとあってもよかったかなとは思います。育児休業を含めてやっぱり子どもと接する時間というのは僕もう少しあるべきだと思いますよね。平日すべて妻が一人で子供を育てていたと。子供を産んだ後の女性がいかに大変かということがあまりわからないままでいたんですね。助けてあげられなかった自分も今は後悔しているところですね。がむしゃらに働くことが、男としての価値であるという時代はもうとうの昔に終わっています。育児休業っていう制度を会社として取り入れていくというのは非常に重要だと思っています。やっぱり正直僕らの若い頃と今の若い頃ってもう全然やっぱりね、スピードが違うんですよね、やることも。でこれだから流されちゃうと本当仕事ばっかりになっちゃうんですよね。我々と同じ年代の人たちはみんな、いや過去はもっと一生懸命働いたという人もいますけど、それよりもやっぱり今の状況を正確に認識して、未来を見つめて自分でやっぱり働き方を考えてほしいなと。その中での育児休業というのは確かに一つではあるけど非常に重要な項目であると思いますから、男性も女性も気兼ねなくね、自分がしたいことができるような社会になっていくっていうのが必要だと思うので、2人とも仕事をし、2人で育児も含めて家庭も運営していくと。家族があって、その先に勤めてる会社があって、地域があって、国があると、そういうふうなところで一番ベースになるところをしっかりしてあげることが経営にとって大事だと。